ラウダ君とね。いやそう、そうラウダグエル戦いも台本読んでて、はい、もうこんなに次のページめくるの怖いと思ったの初めてだったわ。いやもう死んだってグエル嘘でしょと思って、こんなに人気者になったグエル君を23まで退場させ、えどうかしてるぜって途中まで思ってはい、はい、もうやめてと思ったら、しかも過去回想なんて入っちゃったもんにはさ、そうなんですよ、ね、幼少期のね、もうダメだと思うじゃないですか、うん、いやもうこれは流れ来ちゃってるみたいないや本当にラウダもなんかもうこれまでにないぐらい感情爆発させてて、うん、いやかなり積もってましたから ねラウダ君、うん、もうしっかりこうお互いにこうなんだろう言いたいことをもうなんだろう言い合ってぶつかり合って、うん、昔からずっとお互い大事に育ってきたんだなって思って、うーん、いい兄じゃんグエル、ね、本当のね兄弟愛が本当に、ね、なんかもうラウダ君はグエルをこう悪者にしたくなくて周りが悪だみたいな、ね、気持ちになっちゃうというか、そうそう、まあ、それも、ね